ウィリアム・ホガース、舞踏会、1745年、ビル・ヘルム・ゴーズ、ホーフブルクの宮中舞踏会、1900年。ホーフブルク宮殿で行われた舞踏会で、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世紀の周囲に、貴族たちが集まる舞踏会は西洋における正式なダンスパーティーである。英語の、ボールは、こうした舞踏会で踊られる正式なダンスのことも指す。 この語は、ラテン語で、踊るを意味する、バラールに由来している。宮廷で模様される、舞踏会を宮廷舞踏会という。17世紀から18世紀にかけて、宮廷舞踏会は、ヨーロッパ諸国の宮廷で、典礼、儀式などの機会に開催された。こうした場でのダンスは、社交界に必須のものとして、イギリスで、社交ダンスとして体制された。参加者は、演備服や、 イブニングドレスなどの夜会服を着て舞踏会に参加する。招待の際にはホワイトタイやブラックタイのドレスコードが指定される。オーストリアで行われるヨーロッパで最も格式高いダンスパーティーの一つであるオーパンバルと呼ばれる舞踏会では女性は純白のイブニングドレスに白のオペラグローブの着用が義務付けられている。ありがとうございます。